こんにちは、読週刊コサイ MC の飯田真希です。この番組ではコサイ市内のニュースや身近な話題を毎週更新でお届けしていきます。さあ6月になります。暑い日も増えてきましたが、今年の夏も暑いと予想されています。覚悟して迎えましょうね。それではラインナップです。まずは今週のニュースからお届けします。湖西市は26日、第9回の新型コロナウイルス感染症対策本部会議を開き、メガウラ海水浴場の会場中止などを発表しました。メガウラ海水浴場については、緊急事態宣言発令中にも路上駐車や騒音などの苦情が市民から寄せられていたことから、海の家の事業者と協議し、今年の会場を中止しました。この周辺のですね、例えば民有地といいますか、宅地周辺でもですね、路駐があったりだとか、その周辺で若い方が集まって、例えばバーベキューをしたりだとか、大声で騒ぐといったですね、苦情もこの閉鎖の中でもですね、寄せられていたということもあって、その中でその今回海の家の、地元でですね、やっておられる方も今回そういった競技の中で、じゃあ今年はちょっとそういったこれで、開催することによって、大勢の方が余計集まってしまってもですね、近隣住民の方々にかえって迷惑をかけてもいけないということでですね、協議の結果、今年はメガウラの海水浴場は休止をしましょうというふうな結論になったというふうに聞いています。一方、新井弁天海水浴場とワンパクランドについては、開催に向け日程を調整しているとのことです。また市内の主な公共施設は、これまでの予定通り6月1日または2日から利用を再開する予定です。海釣り公園や海岸の駐車場も1日から開放する予定ですが、海岸沿いの道路に路上駐車が相次いでいることから、看板やバリケードなどを追加で設置して自粛を呼びかけていくとしています。先週末なども見ていて、非常に駐車場の周辺ですね、路上駐車が多いということで、これは、担当の職員さんですとか警察にもお願いをして、取り締まり等を行っていただきましたので、今回もですね、今週末の、天気は分かりませんけれども、大きな人出が見込まれるということで、その辺はですね、やはり緩んではいけないので、今週末は少し我慢をしていただくんですけれども、路上駐車等のですね、自粛の呼びかけというか、例えばバリケードを置くだとか、注意看板を置くだとかですね、そういった措置は事前に行うということを今週準備しているところです。緊急事態宣言は解除されましたが、感染拡大のリスクがなくなったわけではありません。引き続き感染症予防に努めてくださいね。続いての話題です。台風などの風水害に備える湖西市の水防訓練が20日と21日に市消防本部で行われました。水防訓練には40歳以下の市職員で作る水防対策班およそ30人が参加。災害現場で倒木があった場合を想定して、チェーンソーの扱い方や木の切断方法などを確認しました。例年は河川の堤防決壊などを防ぐ土のうの作り方や積み方の訓練も行っていましたが、今回は新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、チェーンソーを使った訓練のみを実施、いわゆる3密を避けるため2日間に分けて行いました。参加者は市消防本部の署員から手ほどきを受けながら、チェーンソーの扱い方を学び、防災意識を高めました。実際風水が起きた時には、訓練を思い出して冷静に対応できるようにしていきたいと思います。今日の訓練はですね、水防対策班という役場、市役所の、若手の職員
が対象でして、まあ、台風なんかでですね、まあ、倒木があったとき、まあ、道路を塞いでいるときにですね、まあ、それを撤去するようなそのためのまあチェーンソーの訓練を今日させていただきました。そうですね、まあ、何年かやってる職員もいますし、まあ、初めての職員もいましたけど、まあ、みんな思ったよりもスムースにできたんじゃないかなというふうに思います。そうですね、まあ、昨年のですね、まあ、台風19号の時にもですね、まあ、実際に現場に行ってですね、作業してもらいましたんで、まあ、まあ、今日の訓練をですね、まあ、実際の現場の方にですね、行った時に、まあ、十分生かしていっていただしてくれたらなと思います。ここからは教えて影山市長のコーナーです。今日も影山市長にお話を伺ってまいります。市長こんにちは。こんにちは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。だいぶ暑くなってまいりましたね。本当ですね、はい、もうなんて言うんでしょう、結構ムシムシする感じがあって、もう夏って感じがしてますね。そうですね、はい、そこに来てこのマスク、はいはい、これをつけてるっていうのがね、だいぶなんていうか、そうですね、初めてですね、うん、暑い中でっていうのは。そうですね、でもまあ予防の観点からは大事ですからね、はい、こういったことが、はい、まあね、いろいろと熱中症対策もしながら、はい、新型コロナウイルス対策もしていきたいですね。やっぱり一刻も早く収束をさせて日常生活を取り戻したいですね、はい、日常生活といえば、はい、学校が再開されますね。はい、そうですね、うん、5月の25日から毎日の登校が始まりましたので、はい、これからこの午前中登校であったりとか、はい、6月からの給食開始ということで、うん、やっぱり子どもたちが毎日学校でお友達とかと会って元気にこう勉強したり遊んだりしていただきたいですね。はい、一応息子の小学校も6月1日から給食が始まるということで、ね、はい、そうですね、はい、よかったですね、はい、もうやっとお母さんたちも通常の生活が戻ってくるのかななんて、ちょっとほっと一安心というところもあるのかなと。そうですよね、長かったですね、はい、特にその小学校の方では、はい、こう新型コロナウイルスの対策として何かこういうことをするんだよとか、はい、そういったことは市長のお耳に入ってきていますか？やはり学校が再開されたといっても、うん、ウイルスのですね、脅威が消えたわけではありませんので、はい、まずは手洗いだとか消毒といった基本的なことを徹底していただくという他には、例えば給食の時間でも今まではグループで向かい合ってだったのを前を向いてみんなで食べましょうとか、はい、そういった基本的なところからですね、やはり感染防止策は徹底いただきたいと思っています。そうですね、新しい生活様式なんていう言葉も、はい、だいぶこういろいろなところで聞かれるようになりましたけれども。そうですね、まあ、私たちもその新しい生活様式に少しずつ慣れていくっていうのも必要ですね、はい、やっぱりウィズコロナというか、しばらくはこういったワクチンとか特効薬ができるというところまではですね、共存していく感染予防と社会経済活動というのを両立させるように頑張っていかないといけないと思っています。はい、まあ、そうは言ってもね、私たちだいぶストレスも溜まってきているというのがあるので、はいはい、やっぱりいろいろな施設がねオープンしてくれるのはとてもありがたいかなと思うんですけれども。そうですね、はいはい、6月1日から徐々にオープンしていく感じになるんですか？5月25日に、まあ、全国的にですね、緊急事態宣言も解除されて、もともと湖西省を含んだ静岡県とか愛知県というのは5月14日解除されていましたですけれども、はい、やはり一気に緩んでしまってはいけないので、再開準備期間を取りながらですね、基本的には6月からいわゆる公共施設、図書館だとか、海岸の駐車場だとか、市内でいうとアメニティプラザのような、そういった屋内も含めてですけれども、段階的に再開をしていきたいというふうに思っています。はい、もうやはりその気の緩みでまたこう爆発してしまうっていうのが一番怖いところだと思いますのでね、はいはい、そうですね、やっぱり繰り返しかもしれませんけれども、ウイルス自体は感染のリスクがなくなったわけではありませんので、はい、まずは消毒だとか手洗いとか感染予防は徹底していただいて、3密を避けるという意味でもですね、そこはまず必要になってくると思いますので、公共施設の中でも例えば窓のないお部屋だとか、そういったところはしばらくですね
再開は見合わせさせていただくと、もう少しちょっとお待ちいただくということにはなりますので、そこは感染防止策は行った上で、できる限り社会活動とか経済活動をですね、後押ししていきたいと思っています。市長、はい、最近地震が多いですよね。本当ですね。東海地震の恐れがあると言われているこの地域では、はい、まあ、お住まいの皆さんは余計に心配だと思いますけれども、はい、新型コロナウイルスと合わせた避難所対策とか、はい、そういったことはどうなっているんでしょうか。はい、やはり最近の地震が頻発していたりですとか、これからその大雨とか台風シーズンも迎えたりします。その中でやはり避難所のですね、どうしても避難所ってこう密になってしまう、もうこれはやむを得ない部分もありますけれども、極力ですね、その新型コロナウイルスの影響をですね、避けるために密にならないような取り組みを今検討を始めてまして、例えば段ボールの間仕切りを設置をして、そこで極力ですね、まあ、プライバシーの確保と飛沫感染を防ぐという両方ですね、これは一気に全部というわけにはいきませんので、モデルケース的にですね、少しずつ避難所に導入していこうですとか、あとはさらに避難所といってもですね、全てそこに来てしまうとどうしても人が集中してしまいますので、避難所の中にもですね、例えば学校の体育館であったりとか教室を使うですとか、また避難所はそこの密集スペースだけではなくって、例えば親戚知り合い知人のところですとか、まあ、垂直避難のようなご自宅の1階から2階ですとかですね、さまざまな、これは人が集まりすぎない工夫というものもですね、周知啓発をしていきたいというふうに思っていますし、これからその台風シーズンということもあって、地震の時と台風土砂崩れが不安な時っていうところで、地域によっては避難所が別々のところもあるんですね。ですのでこれをもう少し分かりやすくということも前から言われていますので、もうすぐその各世帯の方にですね、地震の時はここが避難所です、台風の時はここが避難所ですというような分かりやすいものをご自宅で例えば書いておけるようなですね、そういった周知を今検討しているところです。はい、いやそういう時こそみんなでこう集まってね、励まし合ってっていうのが、はいはい、なんとなくね安心できるのかなと思いますけれども、はいはい、それこそ新しい生活様式ということで、はい、私たちもそういったことをねしっかりとこう慣れて、はい、訓練もねしていかないといけないですね。やはり両立を図らないといけないと思いますので、これはやはり日頃の訓練だとか日頃の備えが重要だと思いますので、我々としてもそういったこう支援のですねやり方だとか、そこを一緒に作っていきたいと思っています。はい、よろしくお願いします。そういえば市長、はい、ご飯湖祭ということで、湖西市内の飲食店の皆さんがテイクアウトで美味しいものをお家に帰って楽しめるという、そんな取り組みもしてくださってますが、はい、市長の目からご覧になっていかがですか。はい、そうですね、やはり新型コロナウイルスの関係でお店飲食店などに営業自粛だとか、そういった要請もせざるを得なかったりしましたので、そんな中でですね、非常にアイデアを本当に知恵を出していただいて、市内の有志の方々ご飯湖祭ということで、さまざまな店舗のですねメニューをテイクアウトお持ち帰りでですね食べられると、これはもうすごく画期的なアイデアでしたし、賛同者が多く集まってですね、非常にホームページなので紹介されて充実されているというふうに思っています。そうですね、はい、ネットの方からも見られて、はい、そこからこうね注文なんかもできるというのは、はい、とても画期的で、そうですね、いいですよね、はい、テイクアウトいろいろとね、はい、されているとお聞きしておりますけれども、はい、今日のお昼は何を召し上がったんですか。はい、だいたい平日のお昼はご飯湖祭のテイクアウトを利用させていただいてまして、はい、今日はちょうど力のですね浜名湖みんなのカフェさんのタコライスをいただきました。そうなんですね、はい、市長がそれ取りに行かれるんですか。なかなか自分では取りに行けないもんですから、はい、市役所の職員何人かがですねまとめて注文をさせていただいて、はい、今日はどこどこ、明日はどこどこみたいな感じでこう日替わりでですねいろんなお店のをいただいてます、はい、いいですね、はい、いろいろなお店のランチがねいただけるというのは、そうですね、うん、そこは非常に初めてのところもあったりして、はい、すごく美味しいのをですね毎日味わわせていただいてます。はい、皆さんもご飯湖祭利用してみてくださいね。
さて市長、はい、新型コロナウイルスの影響でさまざまなイベントが中止や延期になっているところですけれども、そうです、ね、残念ながら大井田祭も中止ということで、はいはいはい、やはり夏の風物詩といいますか、毎年ねこれは湖西市のふるさと大使の方を、はい、移植したりお越しいただいたりだとか、古城花火だとか、さまざまなこういった盛り上がるイベントが中止になっているのは残念ですけれども、まあ、今年はどうしてもこれは本当にこういった感染拡大防止ということでやむを得ないかなとは思いますけれども、例えば来年以降ですね、新たな形でといいますか、まあ、当然感染防止措置はするにしても、例えばその来年再来年2022年には湖西市が市政50周年を迎えるんですね。こういったとと合わせて新たな形でですね、こういったおいでん祭というのか、すごく市民の方々に盛り上がっていただけるようなイベントということも今考え始めていますので、もうすでに市役所の中の若手職員のプロジェクトチームも立ち上がってますし、ぜひですねこういったことを契機にさらに市民の皆さんが盛り上がれるような形でですね、新たなイベントなのか催し物を作っていけたらというふうに思っています。はい、50周年を湖西市民みんなでお祝いできるといいですね、はい、そうですね、だから市役所だけではなくって、はい、やっぱり商工会さんだとか JC さんとか KSL 若い世代の皆さんだとか、さまざまなこう市民の皆さんにアイデアを出していただいたりして一緒に作っていけるといいなというふうに思っています。はい、秋の敬老会も今年は中止と聞いておりますけれども、はいはい、でも何かこう新しい方式というかアイディアもあるんですよね、はい、そうですね、やはり敬老会はどうしてもまあ高齢者の方々お年寄りの方々のお祝いですので、今年もやはり密集になってしまうということから今年は断念せざるを得ませんでしたけれども、これもですねもともとアメニティプラザで、一堂に会して行うよりも負担の少ない各地域で行った方が皆さんの移動のですね時間だとかそういったところでですね分散型開催もっていうお声もいただいてましたので、これもまあ今回を契機にですねどういった形がいいのかということを検討して、ぜひ来年とかから新しい形でできたらいいなというふうに思っています。はい、おいでん祭にしても敬老会にしても、はい、来年以降もう本当に楽しい形で、はい、まあ、リニューアルオープンというような方向でね、はい、できることを楽しみにしております。はい、そうですね、これからしっかり検討していきたいと思っています。市長、今日もありがとうございました。ありがとうございました。最後にこの放送をご覧になっている湖西市民の皆さんに一言メッセージをお願いします。はい、5月25日に国の緊急事態宣言が全国的に解除されました。宣言は解除されましたけれども、新型コロナウイルスの感染のリスクがなくなったわけでは決してありません。市民の皆様におかれましても引き続き手洗いや消毒など感染防止の基礎的なところから、あとは3密を避けるなどのそういった感染防止対策を引き続き徹底していただきたいというふうに思っております。一方で学校が再開したり飲食店や商業施設、こういった経済活動も再開していかなければなりません。やはり感染防止と社会経済活動の両立を市としてもサポートバックアップしていきたいと思っておりますので、ぜひこの新しい生活様式などにのっとって安全安心かつ活気ある街を、日常生活を取り戻していきましょう。今月もどうかよろしくお願いいたします。徐々に進めていかなければいけないとはいえ、はい、やはり経済の方はねしっかりとエンジンをかけていかないといけないのかなと思うので、はい、今月も全力投球で引き続きよろしくお願いいたします。はいはい、頑張ります。以上、教えて鍵山市長のコーナーでした。さて、今週の市特週刊湖西いかがでしたでしょうか。今年の夏はウィズコロナの夏になります。マスクをつけながら生活する際の熱中症対策も万全にしてくださいね。それではまた来週、さようなら。